神栖放送局。感動見つけてスマイル神栖。この番組は神栖市の提供でお送りします。8月18日金曜日午後6時30分を回りました。皆さんこんばんは。神栖放送局の時間です。神栖市の皆さんの暮らしに役立つ情報や街の魅力をたくさんお届けする30分、神栖放送局、ナビゲーターの内野由紀です。今日もよろしくお願いします。それでは早速今日の番組ラインナップです。神栖トピックス、今日は教育指導課増田さんに8月26日開催のワークショップコレクション in キャリフェス神栖2023についてお話を伺いました。神栖インフォメーション地域医療推進課伊勢崎さんに9月2日土曜日に行われる看護師合同就職相談会についてのお知らせが届いています。その後神栖市の行政情報をお送りします。最後までどうぞお聞きください。今日の神栖トピックスはワークショップコレクション in キャリフェス神栖2023についてです。まもなく開催ということで神栖市役所教育指導課増田光彦さんにお話を伺います。増田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは開催日会場のご案内をお願いいたします。はい、令和5年8月26日土曜日神栖防災アリーナで行います。来週土曜日の8月26日に開催ということで、昨年度私もですねこのワークショップコレクション in キャリフェス神栖なんですがお邪魔させていただいたんですが、これって2回目の開催になるんですか？はい、今回は2回目の開催となります。昨年度は茨城県で初めての開催となりました。たくさんの子どもたちに参加してもらい、好評をいただきました。当日はですね大変多くのお子さんが元気にみんな楽しく参加していました。さてこのイベントの目的なんですけれども、どのような目的で開催されていますか？神栖市は10年後につながる授業学校人づくりをキャリア教育の視点で捉えネクスト10 10年間学ぶ意欲を持続させるためにを掲げて、小学校中学校そして高等学校のキャリア教育のさらなる充実を図っております。キャリフェス神栖2023は神栖市ゆかりの企業事業所や近隣の大学等の協力を得ながら、子どもたちがいつもとは違う大人たちと出会い触れ合い交流できるワークショップを実施します。子どもたちにはキャリフェスに参加する中で神栖市のことをもっと知ってもらったり、大人になった時の自分自身をイメージしてもらったりして、将来のことを少しでも考えてもらえたら嬉しいです。はい、いろいろなですね神栖市の目的があり開催されているこのワークショップコレクション in キャリフェス神栖なんですけれども、昨年確か私が取材させていただいたのは秋の開催だったかなと思うんですが、今年は夏休み期間中なんですね。はい、昨年は11月26日と27日の2日間開催でした。今年はより多くの子どもたちが参加できるように夏休み期間中に実施します。今年度はキッチンカーも出店するので、ワークショップの合間にぜひ美味しいものを食べていただけたらと思います。今年はキッチンカーの出店もあるんですね。増田さん、キッチンカーはお外に置いてあるような形になりますか？はい、外に今年度は8台たくさんのメニューを揃えておりますので、ぜひワークショップの合間に食べてもらえたらなと思います。私も昨年度ですね多くの皆さんに取材の方をさせていただきましたけれども、昨年このワークショップコレクション in キャリフェス神栖ご覧になっていかがでしたか？はい、昨年度は約1500名の方にお越しいただきました。初めての開催ということもあり、どんなイベントなのか分からずにお越しいただいた方がいたかもしれませんが、今年度は昨年度に引き続き参加していただく方もいたり、新たに参加していただける方もいるのではないかと思います。
皆さんお誘い合わせの上お友達同士などでね、ぜひご参加いただきたいと思います。では今回こちらのワークショップコレクション in キャリフェイス過密なんですけれども、主催またご協力などについてもご案内いただけますか。はい、主催は過密市教育委員会です。協力は昨年度に引き続き世界最大級の子ども創作イベントを実施したキャンバスさんに依頼しております。今年度のワークショップは全部で12の団体が出展します。昨年度に引き続きウィンドベース、茨城大学の東北ボランティアのサークルのフルーレ、花王株式会社鹿島工場、国立研究開発法人水産研究教育機構、茨城県看護協会六甲地区、フラワーノート、筑波大学特別活動研究会の7団体に出展していただきます。今年度新たに鹿島石油株式会社鹿島製油所、株式会社太陽、茨城県鹿島下水道事務所、エーザイ株式会社鹿島事業所品質管理部、ドラムサークルビンドビートの5団体です。茨城県やまた神栖市にゆかりのある企業や団体さんなどがたくさん協力をしてくださっているんですね。このキャリーフェス神栖なんですけれども、参加資格入場料を教えていただけますか。はい、入場は誰でもできます。入場料はかかりません。ただしワークショップを体験できるのは未就学児から中学生までとなっております。はい、どなたでもお越しいただけるイベントということで、そしてワークショップに関しては中学生までということですね。神栖市教育委員会が主催ということで、やはりなるべく多くの神栖っ子にはもちろんご参加いただきたいんですけれども、この近隣の六甲五市のお子さんも参加しちゃって大丈夫ですか。はい、たくさんの子どもたちに体験してもらいたいなというふうに思います。もちろん六甲地区だけではなくて、近隣の千葉県の中学生までのお子さんもぜひ来ていただければと思います。はい、皆さん、多くの皆さんでね、このワークショップコレクション盛り上げていただきたいなと思います。さあ、今回12団体のワークショップがご用意されているということで、こちらのご紹介をいただきたいと思います。では昨年度に引き続きのワークショップについて教えていただけますか。はい、昨年度に引き続きのものは7団体になります。まずはじめにウィンドベースさんです。こちらは今年度はペットボトルを半分にして、そこにオリジナルの絵を描いていただき、農作物の苗を入れて世界に一つだけの鉢を作って持ち帰っていただければなというふうに思います。次は茨大東北ボランティアフルーレです。防災についてのクイズを行って、あとは昨年度と変わったものとしては防災グッズはどんなものがあるかなって部分を勉強してもらいたいなというふうに思います。3つ目が花王株式会社鹿島工場です。こちらを昨年度に引き続き理科実験を行いますので、ぜひ皆さん体験してもらえればなというふうに思います。次が国立研究開発法人水産研究教育機構です。こちらも昨年度と同じようにバランス感覚を体験できるようなものがありますので、ぜひたくさんの方に体験してもらえればなというふうに思います。次が茨城県看護協会六甲地区です。ちびっこナース服試着体験や妊婦体験、車椅子体験とたくさんの体験ができますので、ぜひ皆さんにご参加してもらえればと思います。フラワーノートです。花やビーズなどの材料を自分で選んで、自分だけのオリジナルのボールペンを作ってもらえたらなというふうに思います。筑波大学特別活動研究会です。こちらは大学生と一緒に人生のカードゲーム、オリジナルになると思います。そちらを大学生と一緒にいろいろ話しながら体験してもらえればというふうに思います。はい、ありがとうございます。この中で有料のものであったり、また事前の予約が必要だったりするものはありますか。はい、フラワーノートのこのオリジナルのボールペン作りは当日の整理券と、あと500円参加料が必要になります。あとウィンドベースさんの
世界で一つだけの鉢ですね、こちらも参加料として100円いただきますのでよろしくお願いします。では続いて新規のワークショップのご案内をお願いいたします。はい、鹿島石油株式会社鹿島製油所ではバスケットボール体験を行います。こちらはエネオスのサンフラワーズの OG さんたちが来て一緒にこうバスケットボールをこう楽しんでもらえたらなというふうに思います。株式会社太陽です。太陽にはたくさんのキャラクターがいるんですが、そのキャラクターをこう食材だとか食べ物、そういったものを想像してアレンジを加えて楽しく絵を描いてもらえたらなというふうに思います。茨城県鹿島下水道事務所です。こちらは水を守るためにいろんな実験をしますので、ぜひこれで学んだことをもう明日から生かしてもらえたらなというふうに思います。エーザイ株式会社鹿島事業所品質管理部です。こちらは健康に関するクイズを解いてもらって皆さんも健康について考えてもらえるきっかけになればなというふうに思います。ドラムサークルウィングビートです。これは太鼓をみんなで叩いて楽しい時間を過ごしてもらえればなというふうに思います。はい、さまざまなワークショップ新しくですねまた体験できるということで、こちらの中で事前の予約が必要であったり金額がかかるものがありましたらご案内お願いいたします。はい、こちらは材料費はすべてかかりませんが、鹿島石油株式会社鹿島製油所のバスケットボール体験と、あとはエーザイ株式会社鹿島事業所品質管理部のこのクイズに関するものに関しては当日の整理券が必要になってきます。はい、わかりました。この当日の参加の受付に関してなんですけれども、こちらはもうすべて当日受付っていう形で大丈夫ですかね。はい、すべて当日の受付になりますので、すいませんが事前の予約はできませんのでよろしくお願いします。そしてこのワークショップというイベント以外にも音楽ホールでもプログラムが開催されるんですよね。はい、波崎第一中学校と波崎第二中学校の吹奏楽部の演奏があります。どんな曲が演奏されるのか、またどんなパフォーマンスになるのかはぜひ当日までのお楽しみにしていただければと思います。そして会場の皆さんで盛り上げてほしいと思います。当日の入場に関しては先着順となっておりますので、会場が広いのでぜひたくさんの地域の方に二校の演奏を聴いていただければと思います。昨年度ですね、中学生のキャリアサミットが合わせてキャリフェスの方で行われましたけれども、とっても素晴らしい内容で本当に皆さん中学生すごいなと改めて感心したんですけれども、こちらの中学生キャリアサミットは今年も開催予定ですか？はい、各中学校の代表生徒が各学校のキャリア教育の取り組みについて発表します。各中学校がどのような取り組みをしているのか、地域の皆さんにもこうぜひ知ってもらえたらなというふうに思います。こちらも当日の入場可能で先着順なんですが、同じく会場が広いのでぜひたくさんの地域の方に中学校のキャリア教育の取り組みについて知っていただければと思います。では増田さん、このイベントを通して上須っ子の皆さんにはどんなふうに成長していってほしいですか？はい、上須市の子どもたちが上須市ゆかりの企業事業所の方々や大学生と触れ合うことにより、少しだけ将来の自分をイメージしてもらえたら嬉しいです。そして大人になってこう上須市にいてもいなくても上須市のことを思って生活を送ってほしいなって思います。はい、増田さんは教育指導課にいらっしゃいますけれども、もともとね教員として仕事されていらっしゃいますので、本当にこの上須っ子の皆さんたちの素晴らしい成長をお祈りしてくださっているかなと思います。ではお聞きになっている上須っ子の保護者の皆さんに向けてもメッセージをいただけますか？はい、今年で2回目の開催となりますが、今年も上須市ゆかりの企業事業所の方々や大学生がワークショップを開催します。お子様が普段触れ合うことのない大人と過ごす機会をぜひ楽しみにしていただければと思います。そして最後に上須っ子の皆さん、そしてですね近隣にお住まいのお子さんたちに向けてもぜひメッセージをお願いいたします。
今年度のキャリフェスは夏休み最後の土曜日に開催します。たくさんのカミスの子どもたちにキャリフェスに参加してもらい、夏休みの楽しい思い出の一つとなってもらえればと思います。たくさんのカミスっ子のお越しをお待ちしております。イベントの開催日は8月26日土曜日午前9時30分から午後4時30分までとなっています。増田さん、こちら会場の方は9時30分に開くんですか？はい、ワークショップのスタートは9時半で会場は9時に開きますのでよろしくお願いします。そうするとこういった事前の予約関係に関しましても9時からスタートということでよろしいですか？はい、会場が9時に開きますので、30分程度並んでもらうような形になります。昨年度もたくさんの方にこう並んでいただいて、9時半オープンとともに会場に入っていただきましたので、ぜひ事前予約のものは早めに並んでいただいてお待ちいただければなというふうに思います。当日は多くの皆さんでね、にぎわうことと思いますので、ぜひ皆さんお早めにお越しいただきまして、一日楽しんでいただきたいですね。はい、たくさんの子どもたちに楽しんでもらえればなというふうに思います。ぜひ皆さん足をお運びください。今日のカミストピックスはワークショップコレクション in キャリフェスカミス2023について、カミス市役所教育指導課増田光彦さんにお話を伺いました。増田さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。感動見つけてスマイルカミス、カミス放送局オンエア中。カミスインフォメーション、本日のカミスインフォメーション、看護師合同就職相談会についてです。カミス市役所地域医療推進課伊勢崎亮さんにお話を伺います。伊勢崎さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずはじめにカミス市役所地域医療推進課の主な業務内容をお願いいたします。はい、カミス市役所の本庁舎の1階にありまして、地域医療に関する体制の整備や医療政策の企画調整、また医療人材の育成確保に関することを業務としています。市内の医療機関と、意見交換会を定期的に実施しまして、医療体制の情報共有を行い、急性期や救急医療などの医療体制の提供の強化支援策を実施したり、若手医師キラッセプロジェクトの推進による市内で働く医療人材の育成確保を目指して、日々業務を行っております。はい、ありがとうございます。9月に看護師合同就職相談会が開催されるということで、まずはこちらの相談会なんですけれども、毎年開催しているんですか？こちらの相談会なんですけども、昨年の12月に初めて開催いたしまして、今回で2回目になります。目的をお願いいたします。はい、神栖市は医師や看護師の人数が不足している地域です。茨城県は9つの保健医療圏というものに分かれていまして、神栖市が含まれている六甲保健医療圏は10万人あたりの医師や看護師の人数というのが県内で最下位になります。看護師の資格を持つ方に多く来ていただきたいことから、市内の研修医療機関と合同で就職相談会を開きまして、看護職の方や看護師を目指す方に医療機関のことを知ってもらう場として開催いたします。医師や看護師の人数が県内では最下位ということでびっくりしました。ぜひ多くの資格を持っている方にですね、ご参加いただきたいなと思います。では改めて日時のご案内をお願いいたします。来月9月2日の土曜日午前10時から正午、また午後1時から午後4時までになります。場所のご案内をお願いいたします。カミス防災アリーナの1階、受付は大会議室で行います。対象者をお願いいたします。看護師や準看護師の資格を持つ就業希望の方や看護師を目指している方が対象です。復職や転職を考えている方も歓迎いたします。今回のこの看護師合同就職相談会の参加事業者さんを教えてください。神栖市内の研修医療機関である神栖済生会病院、白十字総合病院、鹿島ハートクリニックの
3医療機関が参加します。また茨城県看護協会の協力のもと、茨城県ナースセンターも参加します。はい、市内の研修医療機関である神栖済生会病院、白十字総合病院、鹿島ハートクリニックの3医療機関を他に、茨城県看護協会の協力のもと、茨城県ナースセンターも参加するということです。その他、皆さんにお伝えしたいことや注意などがございましたらお願いいたします。来場者の方には、神栖ココ君のトートバッグやペンケース等をプレゼントしていますので、ふるってご応募ください。また復職の方向けの採血や輸液の技術研修もございますので、ご希望の方はお申し込みの際にお知らせください。神栖市内の医療機関について、現場で働くナースの方と直接相談できる機会となりますので、ご興味のある方はぜひともご参加いただければと思います。ではお申し込み方法をご案内お願いいたします。電話もしくはインターネットでの申し込みとなります。電話番号は0299-77-8207、 0299-77-8207、 地域医療推進課までお問い合わせください。インターネットでの申し込みは、神栖市ホームページの看護師合同就職相談会のページの申し込みフォームにて受け付けております。申し込み期限は8月30日水曜日までとなっておりますので、お早めにご連絡ください。はい、わかりました。電話もしくはインターネットでのお申し込みとなっております。インターネットですと、もちろん24時間のお申し込みということですよね。はい、その通りです。神栖市ホームページの看護師合同就職相談会のページからお申し込みフォームにて受付を行っているということです。お申し込みの期限が8月30日水曜日までとなっておりますので、皆さんお早めにお願いいたします。では伊勢崎さん、この地域医療推進課の主な業務内容であります若手医師キラッセプロジェクトについて少しご案内をいただきたいんですけれども、こちらはどんな事業なんでしょうか。はい、令和元年から始まったプロジェクトなんですけども、実は茨城県は人口10万人あたりの医師の数というのが、全国でもワースト2の、医師不足地域となっておりまして、中でも神栖市が属する六甲保健医療圏は県内で最も医師が少ない地域です。そんな中、若手医師が神栖市で学びたい、働きたいと思える環境を整備し、将来的に学ぶ医師とそれを指導する医師の両方に多く来てもらえるような活気あふれる医療現場の充実を目標としています。おいでくださいという意味の当地方の方言キラッセを冠したプロジェクトです。主な活動内容としてはどのようなものがありますか。医師が勉強しやすい環境の向上や神栖市の特徴を生かした研修メニューの開発を行っております。現在神栖市が抱えている医療課題としてはどのようなものがありますか。はい、神栖市は医師や看護師の人数が不足している地域です。こちら若手はもちろん、その人たちを指導する立場の医師看護師の数も不足している状況ですので、医療の現場で働く方が活躍できる環境づくりに取り組み、また医療の道を目指す学生を応援する支援制度を用意しています。ぜひ多くの方々にですね、この神栖の医療現場の方で活躍していただきたいなと思います。今後の目標や期待していることはどのようなことですか。市内の医療従事者の人数や医療機関の数を増やしていきたいです。また救急医療の対応が可能な医療機関を増やし、産業都市で働く人にとって安心して住むことのできる街づくりを進めていきたいです。はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。では最後に、お聞きになっているリスナーの皆さん、看護師を目指している方、また復職や転職を考えている方に向けて、ぜひメッセージをお願いいたします。神栖市は漁業、農業、工業、観光業など様々な産業が盛んな都市です。医療環境を充実するためのプロジェクトを医療機関や地元企業の皆様と連携して取り組んでおりましたので、皆様ぜひとも神栖市へ足を運んでいただければと思います。神栖市へキラッセ。まもなく開催される看護師合同就職相談会は9月2日土曜日、
午前10時から正午、午後1時から4時までとなっています。電話もしくはインターネットでのお申し込みです。ぜひ皆さん神栖市へ来らっせ。県内の方はもちろん、そして県外の方もこの看護師合同就職相談会ぜひご参加いただきたいと思います。そして神栖へ来らっせ。本日の神栖インフォメーション看護師合同就職相談会について、神栖市役所地域医療推進課伊勢崎亮さんにお話を伺いました。伊勢崎さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この時間は神栖市の行政情報をお届けします。はじめに広報神栖8月15日号が発行されました。広報神栖は新聞折り込みのほか、公共施設やコンビニ、スーパーなどで入手することができます。神栖市の大切な情報が掲載されています。ぜひご覧ください。続いてマイナンバーカードの受け取りはお早めに。9月末期限のマイナポイント申請にはマイナンバーカードが必要です。まだ受け取っていない場合はお早めに受け取りの手続きをお願いいたします。対象は交付通知書のハガキが届いた方です。電話または来庁で事前予約をお願いいたします。予約枠に限りがあります。詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは市民課電話 0299-90-1140、 市民生活課電話 0479-44-1958 です。続いて社会福祉課から全国一斉子どもの人権110番強化週間のお知らせです。法務省と全国人権擁護委員連合会はいじめや児童虐待など子どもをめぐるさまざまな人権問題の解決を図るため、全国一斉子どもの人権110番強化週間を実施します。期間は8月23日水曜日から29日火曜日まで。悩みをお持ちのお子さんや保護者の方、秘密は守られますので安心してご相談ください。電話番号 0120-007-110、 午前8時30分から午後7時まで、土日は午前10時から午後5時まで。強化週間以外にも相談に応じています。月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分まで。お問い合わせは社会福祉課電話 0299-90-1138 です。最後に8月20日日曜日の休日当番医です。白十字総合病院小児科のみ神栖済生会病院です。受診にあたっては事前に当番医に電話確認をお願いいたします。以上、神栖市の行政情報をお届けしました。それでは今週の神栖放送局はここまで。ナビゲーターの内野由紀でした。素敵な週末をお過ごしください。神栖放送局、感動見つけてスマイル神栖の心躍る30分。この番組は神栖市の提供でお送りしました。